か。羽生さんは小学校1年生の時はモテましたか。いや、モテなかったと思いますけど。あ、モテてるなって思った時っていつ頃ですか。ないですね。ない、うん、なんかその顔の形も結構変わってきて、うん、あの痩せたんですよね、ちっちゃい頃より。あと髪の毛の量がすごく多かったんですよ、うん、ってきて、うん、だいぶなんか印象が変わったかなとは思いますけど、はい、じゃモテ期っていうのはこれからまだまだ来るかもしれない。なんかね、ガチですから、うん、好きだよって言われたことあんまないです。本当にバレンタインとかは本命はないです。あ、本命はいたんだ。本命は、いや本命とかじゃなくて、あの義理のチョコはいっぱいいただきました。ああ、本命がないっていう、うん、はい、そう、そして無茶ぶりが来てまして2つ来てるんですよ、はい、特にパリの散歩の時やるぜ、ぜひここでアルプス戦闘をやっていただきたいんです。どれだ、はい、まず1つ目、はい、はい、これ、はい、イエーイ